はい、でよろしくお願いします。今回は高校数学数2の対数関数丸1グラフ編をお送りします。で、前回までもね、対数4本やってきたんですが、ここからタイトルが対数関数に変わって、まあ指数関数と同じようにまずグラフ編からいきます。で、次性質編、方程式編、不等式編と計4つ一応やっていく予定です。で、そのスタートで今回はポイントが2問で、グラフを書く問題が2問、計4問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。まあ、じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回まででね、もうログはいっぱいやってきてるので、まあ、ログ AX、Y イコールね、ログ AX についてやっていくんですけど、まあ、A は正です。で、A は1にならないと。とするときに、この関数 Y イコールログ AX を、A をほにゃららとする X の対数関数って言います。で、一応問題にしたんだけど、今までもずっと使ってるね、この A の部分、なんて言うかって言うと、T だよね。だから、T とする X の対数関数です。で、ちょっとこっちに戻ると、定は正です。で、1にはなりません。いいね。定はそういうルールがあると。で、ちなみに、今から書く y イコールログ ax 対数関数のグラフは、y イコール a の x 乗、指数関数ね。a と x 同じ数字使ってください。まあ、x はそのままだけど、a ね、同じ数字を使うと、そのグラフと、ほにゃららに関して対称になります。で、これはまあ、プチ知識として覚えておいてほしくって、これ、y イコール x、直線ね、y イコール x、これに関して対称になる。ので、まあ、そんなにね、出てくる知識ではないんですが、一応覚えておいてください。ほんじゃ、書きましょうかね。まず、こっち、y イコールログ4の x。ね。で、こっちが y イコールログ4分の1の x だね。まあ、両方書いていきます。で、これ、指数関数、丸1の時のグラフ編と、ぜひセットで見てください。いい？指数関数と区別してほしいんで。で、対数関数のグラフの特徴としては、指数関数って X 軸が全近線なんで、だってもう X 軸下の方に書いて上にあるんでね、グラフが。で、こっちに関しては、まあ、書くときにこんな感じの、まあ、特徴で書くといいです。まあ、左側があんまないっていう。これ下もうちょっといけるかな、この辺まででいいかね。で、なんでかっていうと、先に言うと、対数関数は y 軸が全近線です。こっからこっちになる。こうやって。で、どこを通るか。で、これはね、書く場所を、まあ、指数関数の時も言いましたけど、字は最低限のを書きます。もし学校の先生がもっと書き込めっていう場合は、ちょっとそこに従ってください。それでね、減点とか×になっちゃうもったいないんで。で、まず、絶対に押さえなきゃいけないのが、あれだね。先に形を書いちゃおう。全近線なんで y 軸絶対くっつかないようにしつつ、こういう感じです。こういうカーブで右に上がっていきます、どんどん。で、まず押さえるのがここです。ここ x 軸との交点、ここ1になります。で、なぜかっていうと、1つまりここが1です。ログっていうのは進数が1になったら必ず0になるってやったよね。ログ4の1もログ10の1も絶対0だから、1の0か必ず通ります。今かって言っちゃったけどね。で、ここを押さえたら、次定と進数同じ数字、今4だからここ4、まあ、この辺にしとこうか。4でログ4の4、これ1だよね。こことここ一致したら1になるからさ、つまりここが1になります。4の1を取る。だから、ログ5だったら5の1を通ります。5の1をね。で、もう一個書いてほしいのが、この4の逆数、4分の1です。ひっくり返したやつ。で、4分の1を入れると、これちょっと待ってね。4分の1っていうのは、4のマイナス1乗です。つまり、4分の1を入れると、これ、マイナス1になる。だから、4分、ちょっとね、ちょっと図が悪かったけど、ここ4分の1の時にマイナス1を通るんです。個人的にはこの3箇所押さえてれば OK、 最低限ここと必ずここもね、とこの3つです。
で、それ以上書けと言われたらそこは従ってください。で、これはね、さっき y イコール x に関して対称って言いましたけど、ここに直線があります。こうやって y イコール x 斜めのね、直線があった時に4の x 乗っていうのはこうなるんです。こう、この x 軸を鏡にした時にちょうど対称になる。指数関数丸1の動画を見てくれるとわかります。ちゃんとわざと合わせたから、4っていう数字でちょうどなってるから、こうね。で、これがまず一つ目で、大事なことはこれ指数関数と同じで、手 a があるでしょ。 a が今4なんで1より大きいんです。その時は右に上がっていきます。つまり x が増えれば増えるほど y も増えるんです。増加するというっていう特徴が、これ覚えてください。指数と同じね、この特徴は。で、次が t が4分の1です。まあ大体ね、なんとなく流れ分かっちゃうんですけど、また同じように y と書いて OK だね。で、まあ左側そんな使わないんで、まあこんな感じで書くと。で、この t が4分の1になっても全近線は y 軸です。ここで、ここにくっつかないようにすると。で、グラフを先に書いてしまうと、今度はまあ、こんな感じです。イメージ。もうちょっと下げてもよかったけど。そうね、もうちょっと下げようかな。ちょっとな、横にね、急カーブすぎてしまった。よいしょ。まあ、こんな感じで、だんだん減っていきます。今度は。で、また3箇所押さえる。で、まず押さえるのは最初同じだね。ここ。ここは必ず1です。ね、しつこいけど、t がいくつだろうが進数1だったらログは0だから、だから1の0を通ると。で、次4分の1入れちゃうか。よ、こことここ一致したった方が早いもんね。だから4分の1の時、ちょっとまたほぼ2分の1の場所にいますけど俺、ごめんね。4分の1の時に一致するから1を通ります。で、さっきと同じで逆数、4分の1の逆は4なので、まあこの辺しとこうか。4の時にマイナス1になります。で、これはさっきの逆で、4っていうのは4分の1のマイナス1乗と同じだからこうなる。で、この最低限3箇所押さえておけば大丈夫かと思う。でもまあ先生に合わせてね、そこはね。で、こっちは t が1より大きい時です。で、こっち4分の1なので t がまあ、0から、0より大きいのはね、もう決まってるので、0より大きくて、1より小さい時は、必ず右に下がっていく。つまり、x が増えれば増えるほど、y の値は下がるんです。減少するっていう。まあ、これは指数関数と同じ。なんですが、大事な特徴になるので、そこの特徴も押さえておいてください。グラフの形と一緒にね。では、今回は高校数学数2の対数関数丸1グラフ編をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にもね、話しましたけど、これまた丸4まで一応続くつもりで、次が性質編です。代償関係ね、またやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。